今から VR のジェットコースターに乗ります。怖そう。最高、最速、最長世界最強コースター、ウィーン。始まって一生ピント合わへんから、一生ピント合わしとったやろ。あ、そうなん、ピント合わせてなかった、うん、どうしたらピント合うんやろってずっとこうやってやっとって。あ、始まる前に合わされへんかった。そう、ずっとやっとって、で、なんか酔うな、やっぱ VR って。あ、そうやな、ちょっと酔いやすいような。そうそうそう、そして全く怖くないっていうような。え、怖くなかった？怖い。あ、一番最初、上空 300m みたいな空から始まったやん、飛行機と同じぐらいの。あ、こんな感じ。そっからさ、すごい急角度で落ちていくやん。あ、うな、もう目つぶった高所恐怖症やからさ、もうゾクゾクして、もう最初はダメやったな。最後は慣れたけど、思った以上に風もめっちゃ感じたし、重力、ほんまに風めっちゃ感じたやん。いや、その辺にビューみたいな。だからなんかさ、その VR って最後にやったんが、めっちゃ印象に残ったんがさ、ソウルでやった時やからさ、 4D な。そう、あん時のさ、快感が忘れられへんねんやまあでも、絶叫無理でもできるな。怖くなったら目つぶりますって感じやった。次は、激流ラフティング恐竜島の大冒険に行きます。大冒険すごかったな。キャー言うてもだわ。楽しかった、めっちゃ楽しかった。ちょっと寄ったけど、寄ったな、ちょっと打ってなった、けど楽しさはこっちの方が楽しい。恐竜いっぱい出てきたし、落ちる時にさ、キャー言うたんがバリ恥ずかしかった最初怖くなかった、ちょっとバーンみたいな。怖かった。でもなんかいっぱい恐竜出てきた、おもろかった。おもろかったな。水しぶきをバシャーみたいな、おもろい、おもろい。なんか怖さはないけど、おもろさはめっちゃあったな。なあ、これこの先行ったら何があるんやろな。一周できるんか。全然来てくれへん。鳴き声ちゃうんちゃう。どんなん？お、